悪霊は、ヒョードルドストエフスキーの長編小説。1871年から翌年にかけて、雑誌、ロシア放置に連載され、1873年に単行本として出版された。無政府主義、無神論、ニヒリズム、信仰、社会主義革命、ナロードに期などをテーマに持つ深遠な作品であり、著者の代表作。罪と罰、白痴、未成年。 カラマーゾフの兄弟と並ぶドストエフスキーの後、大長編の一つで3番目に書かれた。題名は、作品のエピグラフにも使われているプーシキンの同代の、詩及び、新約聖書ルカによる、福音書第8章32から36節から、取られている。フリードリヒ・ニーチェは、スタブ・ローギン、キリーロフ、ピョートル、シャートフたちの世界解釈に注目して、抜き書きをしていた。 物語は、1869年の秋から冬に、かけて、ロシアの、とある地方都市と、その郊外にあるスクボレーシニキと呼ばれる領地を舞台に、展開する。ステパン氏は、1840年代のロシアを代表する自由主義者の一人で、かつては、大学の講談にも立ったことのある知識人だが、今は、スターブローギン家の女主人、ワルワーラップ人の世話を受けており、同じ、 屋敷内で夫人と熱烈に手紙を交わし合い、平穏無事の毎日を送っていた。ワルワーラプ人は、ある日突然、自分の幼女であるダーシャとステパン氏を結婚させようと思い立ち、有無を言わさず話を進めるが、意にしまない。ステパン氏はスイスにいるピオートルに自分を救い出しては、もらえないかと手紙を出す。スタブロー銀家の一人息子であるニコライは、 ステパン氏のもとで教育を受けた後学習院に進学し、卒業後、軍務に服してから、にわかに宝刀に吹けり出した。二度にわたって、血統事件を起こし、宝刀三枚の生活を送るなど、不吉な噂が絶えなかったので、町から放逐された。四年後の日曜日、ワルワーラプ人は、スタブローギンとマリア・レビアートキナの関係をほのめかす、匿名の手紙を受け取り、真偽を正そうと、 教会で出会ったマリアを家へ連れ帰る。この日は、ステパン氏とダーシャの婚約発表が行われる日に、当たっていた。ダーシャの兄者アトフやワルワーラ夫人の幼馴染みの娘、リーザと、その婚約者マブリーキーが集まる中、ピョートルと一緒に、スタブローギンが帰還する。ワルワーラ夫人は、スタブローギンに真相を問いただすが、彼は何も答えずに、マリアを家まで送ると言って出て行ってしまう。 その間にピョートルは、かつてペテルブルクにいた頃、皆から笑い物にされていたマリアを唯一スタブローギン、だけが定重に扱っていたため、マリアは彼が自分の夫か何かであるという妄想に囚われてしまったというだけの話だと説明する。ついで、ピョートルはステパン氏に結婚させられそうになっているので助けてほしいとは、どういう意味かと問うた。それを聞いたワルワーラプ人は、月光して、 ステパン氏に絶好を言い渡す。そこへ戻ってきたスタブローギンを、なぜか突如として、シャートフが殴りつけて、一度を驚かせる。スタブローギンは、黙ったまま反撃しなかった。シャートフが去ると同時に、スタブローギンを密かに恋するリーザは気絶した。この一件で、スタブローギンは、スイスにいた頃、リーザと、密かな関係を持っていたのではないか、また近いうちに、 シャートフを殺してしまうのではないかなどという噂が広まる。数日後、有力者の息子、ガガーノフが4年前に父が受けた汚名を進ぐべく、スタブローギンに決闘を申し込む。シャートフの部屋で、スタブローギンはペテルブルクでマリアと正式に結婚したことを彼に告げた。それに感づいていたシャートフは、スイス時代に妻をスタブローギンに寝取られた過去があったが、 彼への崇拝の念を捨てきれず、それゆえその虚偽と堕落に対して、殴りつけずにはいられなかったのだということを話した。その夜、スタブローギンはマリアを訪ね、結婚を公表しようと思うと告げるが、マリアに偽公爵呼ばわりされて帰ることになり、その基とでピョートルにかくまわれている、懲役衆の平時下に金をばらまき、マリアの殺害をそれとなくそそのかした。翌日、決闘が行われた。 ガガアノフが打ち損じたのに対して、スタブローギンはわざと狙いを外して打った。同じことが三度繰り返されたために、その厳正な様から町におけるスタブローギンの名望は一挙に高まった。同じ頃、ステパン氏とピョートルは完全に見解をことにして決裂した。町では、ピョートルが新たに就任したレンプ家県知事の婦人ユリアに取り入り、労働者たちを先導して、 町に騒乱を起こそうと画策していた。その激文に踊らされて、シュピグリーン工場の七十人余りが、給料未払い問題を直訴に押しかけるが、連ン家は冷たく拒否し、不穏な空気が漂う。ちょうどその時、ステパン氏が差し押さえの抗議に来るが、途中でユリア夫人が講演をお願いするという条件で引き取った。スタブロー銀は、告白を携え、町外れにある。 ボゴローツキー修道院に地本僧侶を訪ねた。祭りは始まるが、運営の不手際で混乱が次々と起こった。カルマジーノフの朗読会もステパン氏の講演会も大失敗に終わった。夜の舞踏会に至っては参加者が少なく、しかもうろんげな連中ばかりではあった。一方、リーザは舞踏会の混乱に紛れ、マブリーキーを振り切ってスクボレーしにに走り、 スタブローギンと人を共にするが、宝刀三昧の末に大敗していた彼の姿に、失望する。舞踏会が終わろうとする。夜更け、対岸の郊外の家々に火が放たれ、大混乱となる。その混乱の中、レンプ家は発狂する。翌朝、炎上した川の向こうの一軒家宮から、マリアとその兄レビアートキン、そして、女中の残殺隊が発見される。スクボレーの屋敷から、 火事の現場に駆けつけたリーザは、狂乱する群衆たちに撲殺された。その後、ピョートルは、シュピグリーンの労働者を使って、レビアートキン兄弟殺害の下手人フェイジカを始末する。翌日、シャートフの元に別れた妻、マリーが戻ってきたが、マリーがスタブローギンの子を三気ついていることを知り、キリーロフや、5人組のビルギンスキー、リャムシンたちに連絡する。結局、 ビルギンスキーの妻アリーナが助け、男の子が生まれた。シャートフは男の子にイワンと名付け、養子にするという。ピョートルは密告に怯える5人組を使い、うがいし、シャートフを当局の密告者と決めつけ、スタブローギン公園の隅におびき寄せて殺害する。その数時間後、ピョートルはシャートフ殺害の罪をキリーロフに受け負わせ自殺させる。その後、 ヤムシンの告発によって、5人組とエルケリは逮捕されるが、ピョートルは国外逃亡し、二度と戻らなかった。一方、失意のうちに、放浪の旅に出たステパン氏は、旅の途中に熱病にかかり、駆けつけたワルワーラプ人が見とる中、帰らぬ人となる。また、スタブローギンは、スイスのウリー州に出発する旨を、ダーシャに書き送るが、 それを果たすことなくスクボレーシニキの屋敷の屋根裏で首を吊った。ドストエフスキーはこの小説の構想を1869年のネチャーエーフ事件から得ている。架空の世界的革命組織のロシア支部代表を名乗って秘密結社を組織したネチャーエフが組織内で相互不信が募る中、当時学生だったイワン・イワノフをスパイ容疑により殺害した事件である。 本作では、ネチャー・エーフをモデルに、ピョートルが描かれている。当初は、第二部第八章に続く章として執筆されたが、その告白の内容が、少女を領辱して、自殺に追いやったという過激なものであったため、連載されていた雑誌の編集長、カトコフから掲載を拒否された。やむを得ず後半の構成を変更して完成させたため、単行本化の際にもこの章は削除されたままとなり、 約50年の間、原稿自体が所在不明となっていた。編集長、カトコフの意向に沿うようにドストエフスキーは悪霊に過失修正を加え、スタブロー銀の悪魔性や宗教性を和らげた表現に直した。しかし、1921年から1922年にかけてこの章の原稿が2つの形で発見され、いずれも出版されることとなった。 正代を直訳すると、スタブローギン寄りとなるが、これは聖教においては、福音書を、ヨハネより、マタイより、などと呼ぶことになぞらえているつてによる、ショーフク福音ヘ、マトフェイデンによる、ク福音ヘと訳されている。これまで3度映画化されている。日本では、1988年版を除く2作品は、劇場未公開。また、ルキノビスコンティ監督作品。 地獄に落ちた勇者どもに、上記、スタブローギンの告白が引用されている。ありがとうございます。